暗闇です。どうも、最初にちょっと告知をさせてください。今年第2回目となる素読教室を博多駅近くのカタカス公民館で実施します。11時から開始します。たくさん楽しい教材をですね用意してますので、ぜひおいでくださいませ。詳細は動画説明欄の方にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。さて、災難というのは突如として目の前に現れるものです。そうですね、文化的生活に慣れてしまった私たちにとって停電なんていうのもね、まあ結構なピンチ、災難ですよ。さあ、その時皆さんどういう態度、どういう対応をしますかね。はい、そういうお話です。中洲の夜の街、高校と明かりが灯る中、この数軒のお店が営業できずにですね、困っておるということでございます。こういうこともあるんですよ、世の中生きておるとですね、いろんなことがあるものです。ね、もうついてる店もあるんだけど、真っ暗闇です。心の持ちようという話ですね。それを宮本武蔵五輪書よりちょっと抜粋してみました。兵法、心持ちのこと。兵法の道において心の持ちようは常の心に変わることなかれ。兵法の道において心の持ちようは常の心に変わることなかれ。まあ、平常の時も戦いの時も、まあ、心の持ち方は変わってはならんというわけですけども、まあ、なかなか実は難しいんですけどね。はい、まあ、でも大事なことですからね。今ね、まあね、ちょっと仕事をしてるんですけど、もう停電になりましてお店が開けられません。皆さん迷惑しております。でもこの時こそ慌てず騒がず、電気屋さんはいるんでね、まあ、ね、多分ね、なんとかなりますよね。家の電線だったら自分でつなげますけど、これのは無理ですからね。はい、これが救急車じゃなくて本当に良かったですね。あ、ちょっとうまいこと言った。そう、まあ、電気はね、誰も死にませんからね。ちょっとそういうことで非常事態です。なんとかしてほしいものです。大御所が後ろにおるんですよ。大御所が後ろにいます。はい、本当に頼りになりますね。日本のこの電気会社素晴らしいですね。直ちにこうやってね、直しに来てくれるんですよ。本当ありがたいものです。この暗い状況でこのミー文字が発生、おお、反応したね。なかなか、もうあとはね、私もやることなかったもんですから、まあ電気屋さんに任せて、このね、もうちょっと暇つぶししてましたね。あ、じゃあもう一回読んでいきます。兵法、心持ちのこと。兵法の道において心の持ちようは常の心に変わることなかれ。兵法の道において心の持ちようは常の心に変わることなかれ。うん、まあね、そんなに慌てずにいたってことは、まあね、ちょっと私も成長したのかな。だいたい8時半過ぎましたかね、復旧したようです。このようにね、工事も終わったということで、さっきまで真っ暗だったんですけど、今はついてます。はい、まあ、何事もなかったかのように完了しております。停電復旧。まあテレビなんか見てるとですね、まあ、日々いろんなことが起こるわけですよ。もう停電なんてね、もうしょっちゅうで、だけどこんな小さなことですら自分のこととしてはなかなかね、こう準備できないもんなんですよ。まあ、それをその平常心を常に養っておけという今回の言葉でしたね。はい、でね、前回福山で武蔵さんの魂の乗り移ったカラスの勢いに負けて、まあ、逃げてしまった私なんですけどね、その後五輪書をしっかり読みまして、今回はね、少し落ち着くことができたと、そして思い出して今回ネタにしてるというわけです。で、ですね、今回の停電の犯人、なんとね、もしかしたらカラスかもしれないんですよ。またカラスですよ。今回はどうですかね、負けなかった、しっかり戦ったんじゃないかなと思いますね。まあ、実際戦ったのは宮殿のおじさんなんですけどね、私何もしてませんから。はい、まさに余談なんですけど、まあ、なんかいいですね、2週連続武蔵とカラスと
それから私みたいな感じですね。はい、なんかどっかで聞いたことあるフレーズですね。まあいいや、名言を生めば元気が出る。最後までご視聴ありがとうございました。